愛するひなげしごきげんよう、わらわです。はい、本日は、無音4日目続きからまたプレイしていきたいと思います。3日目が結構怖かったので、多分4日目ももっと怖くなってるんじゃないかな。一体いつまで続くの。もういや、人形なんか買うんじゃなかった。はい、やりますか。そんなこと言っててもしょうがないわね。そうね、さあ早く調べてこの夢から覚めないと。はい、怖い。別にここはあれか、相変わらずな感じ。あ、なんか置いてある。早速チェックしますか。ほい、アーカイブ、妻への手紙を入手した。見てみましょう。ユミへ。この頃帰りが遅くなったり出張が続いてしまい、なかなか話す時間ができなくてすまない。子供たちのこともお前に任せっきりで本当に申し訳ないと思っている。育児と家事の両方をこなすのは大変だろう。俺ももう少し手伝えたらいいのだが。ところで一つ気になったのだが、今日出張から帰ってくると子供の姿が見当たらない。マナミとマミとマナだ。マナと大輔二人ともだ。ペットの花に限っては最近全く見かけない。どうなっているんだ。こんなことを聞くのはあれなんだが、まさかお前が何かやったんじゃないだろうな。子供たちから最近お前の様子がおかしいと聞いていた。お前を起こしても目を覚ましてくれず、俺は明日も早いので、まあこの件は明日帰ってきてからじっくり話を聞かせてくれ。マサヤ。はい、まあちょっと気づくのが、まあ主張してたからね、仕方ないとは言いつつね。はい、まあ夫はね、妻の、変化にまだ気づいてない感じですね。まあ今日は無駄にあれ使いたくないな。無駄にマガタマを消費したくないな。前回がね、必要じゃないところ、前回まで全部だよ。一日一日全部さ、使わなくていいところでさ使っちゃって、マガタマを。どこ、どこ、どこ、あ、いる。これ行った方がいいのか。だよね、だと思ったよ。うわ、めっちゃ精神さあれしてんじゃねえかよ。ちょっと早くない、今日、今回早くない。今の誰よ、男か女かもわかんない。女かな、ユミかな。うわ、もうやだ、早すぎるよ今日は。これ以上怖いのない。怖いことある、今日。ああ怖っ。まあそうなるよねとは思ったよ。あ、マガタマ発見、ラッキー。ああ怖い怖い。あ、進みますか。いや今の誰だったんだよマジで。シミにさ、マガタマ見つかったりしたからさ、割とシミとかもチェックしとくといいんだよね。うん、特にないか。はい。あ、もう廊下もそういう風になったの。まあ子供部屋新しくなんか増えてないかな。うわー、もう、多くない？ちょっと多くないですか？なんでこんなところに血が。そうね、前回なかったよね。おい、
特にないのかな。通れるところ増えてないかな。まあ物置小屋もちょっと行ってみますか。キーって音も嫌なのよね。嫌なのね。本当に物置小屋特にないかな。もうちょっと今のはもうもうちょっともうやだな。まだ何も解決してないよ。まだ何も進んでないよ。怖っ。もうあ、なんか光ってる。いや今のが多分弓よね。なんか日本人形、あ、ここで日本人形。埃のかぶった本に色鮮やかなしおりが挟まっているだけだけですね。別にこの日本人形はあれじゃんね、買ったやつじゃんね。それだけですか。うん、それだけ。もしかしてこれで、ああもう人形が、人形がね、ずっと4日目まで、え、なんか、え、あ、もう これ隙間が、あー、これはもう絶対さ、なんか覗いてるやつじゃないの。あー、見つけちゃった。光ってるしな。ここあれするわけにはいかないよね。壁の隙間に引っかかっている何か、細い何かがあれば取れそう。細い何かが必要なのか。細い何かね。カッターじゃあかんのかい。そっか、細い何かを見つければ取れるのね。精神回復使っときますか。使っときましょう。まだちょっと序盤だからね。まあ、何も解決してないから。あれ、こんなところ通れたっけ。なかったよね。通れるようになってるね。行きますか。うわー、血がすごいわー。鳥の鳴き声みたいな、田舎によく聞こえる鳥の鳴き声ね。うちも朝方よく聞こえてくるけど。マガタマ使っちゃったからマガタマ欲しいな。ないかな。大きい器ね、壺ね、これだけ大きいとすごく重そう。それな立派な掛け軸が飾ってある。そうっすね。怖いよ。ここら辺なんか触れないのかな。あるだけ。これあれじゃん、旅館によくある椅子。ここにも血が。なんかゴミとか触れそうな感じするけどな。この声は怖いよ。男性の。ちょまじ、本当にさ。ティッシュ。まあこの光ってる金庫行きますか。
外と広いのよねこの家。ダイヤル式の錆びた金庫ね。だけですか。それだけですか。ふーん。なんかバール使ったら開くとかないかな。もう一回使った装備はもう使う機会ないのかな。散らかりっぱなしだ。こういうところとかさ、勾玉とかあったりしてほしいなって思ったけど、なんもないね。はい。怖い。まず細長いなんかさ、細いなんかがあれば引っ張り出せるみたいなこと言ったから、そういうのが欲しいよね。ここは金庫しかなかった。あ、開くところがあった。調べてみますか。めっちゃこけしいるやん。顔のないこけしだらけだわって言って、めっちゃこけしいる。こけしが何、こけし特になかったじゃん。なりそうなものは見つけられてないぞ。次お勝手でしょ。お勝手なんか触れるもの増えてんのかな。これはこの前昨日割れてたやつね。別になんか増えてるわけじゃないのね。謎だ。出たな謎。桜、ひまわり、もみじ、あとなんかあのヒイラギか。これがなんか、別になんか、あ、なるほどね。ああ押すとあれするよみたいな感じか。これを回してなんかにさせるんだな。です。これを、これが分かればなんかなるんだね。花とかそういうものの、なんか多分どっかにあるんでしょうね、模様のなんか。ちょ待って、成人一人が入れるぐらいの大きさねとかさ、やめてよ。ちょっとまさや入ってんじゃないの。別にここには特に手がかりはない。そっかそっか、引きずられた血の跡ね。そうなのよね。とここは
通れ、ね、その引きずられたところは通れなくて、トイレ通れそうだね、この感じだと。なんかすごい、なんかさ、息が聞こえる。一部の部屋は、画面をスワイプすると部屋を見渡すことができます。画面下部の矢印をタップすると元の画面に戻ります。はい。もう絶対さ、これさ、これさ、絶対さ、開けたらなんかあるんじゃない。少し匂い、ここにはあまり長居したくない。あ、何？アイテム、わら人形を入手したとか、なんでこんなとこにわら人形あんのよ。うん、よかった、精神回復しといて。絶対死んでたわ。お、マガタマ、オッケー、ラッキー、ヤッピー。ないか。わら人形調べてみよう。じゃあその このさ、これがもうちょっとやだ。トイレに落ちてた藁人形、何の目的で使われてたか不明。いや、そんなん一つしかないでしょ。真ん中に刺さっている釘を抜いた。おアイテム、五寸釘を入手した。やったぜ。これでさっきのさ、あの装備しとこうか。さっきのところのあれが取れる。これさ、振り返ったらいるとかじゃない？そういうわけでもなかったわ。じゃあ、物置部屋に急ぎますか。物置部屋にあったあの紙が、多分あの謎の手がかりになるんだと思うのよね。ほい。五寸釘を使って取り出した。これは鍵のようね。お、鍵だ。アイテム、風呂場の鍵を入手した。うわ、風呂場の鍵とかさ、風呂場行かなきゃいけないのか。風呂場に行かないわけにはいかないからね。うわ、もうやめてよ。何の声よこれ。そもそもが何の鍵なのよ。あ、これ間違えた。じゃあお風呂場行きますか。絶対さ、絶対怖いことになるぜ。だってさ、あの大輔くんがいるじゃん。もう絶対に大輔くんがいるのよ。あ、装備しないとダメか。はい、鍵を開けた。うわ、怖っ。うわ、もうこれさ、やめてよ、本当に。まあ、まずはこの、壁にヒビが入ってる。衝撃を与えると割れそう。え、パンチすりゃええやん。そういうわけにはいかないの。なんか衝撃を与えられるなんかがないと。トンカチかな、じゃあ。プラスチック製の椅子ね。それね。それだけ？ちょっと手がかりが欲しいわよ、もっと。今ここでシャワーを浴びようと思えるわけがない。それな。シャンプーやリンスのボトルが置いてある。色合い的にメリットですかね。はい。え、それだけかな。なんか衝撃を与えると割れそうってことは、あの物置小屋のトンカチとか使えないのかな。それだけか。え、なんだろう。ちょっと物置小屋よりも、あそこの花のところだよね。いや、でもできるだけ使いたくないからね。あの、なんだっけ？できるだけさ、あの、まがたまは使いたくないからね。ちょっと。あ、思い出した。物置部屋じゃない、やっぱり。物置部屋にさ、しおりあったじゃん。
あのしおり関係あるんじゃない？そうよそうよ、あれ何だったんだろう、それだけかよって思ったこのしおり、秋、もみじ、桜、雪、夏みたいな感じだよね語彙力、秋、春、冬、秋、春、冬、夏。今回ちょっとあれじゃない、ヒント使わないでいけるんじゃない、秋、春、冬、夏だ。オッケー、あぶね、うわちょっとさ、これ絶対さ、アーカイブ血まみれの包丁を入手した、見ますか、なんだよ血まみれの包丁って、血がべっとりついた包丁を調理場で発見した、拭き取られた跡はない、そうっすか、うわこれさ絶対さ、あれここ、あ関係ないこいつ、血まみれの包丁ゲットしたけどさ、このあと何があんの、なんかあるんすかこのあと、これもなんだけど、まだジーンってなってないってことは、まあ、まだなんかあるんでしょうね、やんなきゃいけないことは。そうね、このあと どこ行けばいいの、だってもう通れると、風呂場覗いたし、トイレ覗いたし、調理場見たし、んーもうないんじゃないか行けるところは。ってことはあのダイヤルのやつがなんか関係してくる感じよね。どうすりゃいいの、ヒント見ますか、壁の中も見たし、引き出しの開け方ももう開けたんだよね、呪いの道具は五寸釘でしょ、細い道具、あやべやべもうこれ多分解決したやつよね、やっちまったぜ、無駄にちょっとまた私やってしまったみたいですね、ちょっともう解決、これそうよね、細長い道具とかもう解決しましたもんね、やっちまった、ほこりまみれの本ってなんだろう、ほこりまみれの本ってなんだろう、ほこりまみれの本、あ、さっきのやつか、うん、だから解決したいのはフルスイングってやつやね、これちょっと、風呂場を見渡してみるとおもろくなった、壁がある、強い衝撃を与えると何かが起きるかもしれない、それはわかるのよ、そう、あのアイテムを右手に持って、このヒントのタイトル通りに全力で、あのアイテムって何、フルスイングだからあれがあんのか、バールじゃダメだよな、一応装備してやってみるけど、どっかにバットとかあった、中にバットとかありましたっけ、あ、バールで OK だったんかい、バールで大丈夫だったんかい、はい、なんだよバールでいけたんか、ちょっとなんか無駄に3つもマガタマ消費しちゃったな、ちょっときついね、もうなんかバールで壊せて、なんか、赤いなんかノートが、ノートなのかなが出てきたので、ちょっとチェックします、
これは日記のようね。どうしてこんなところに。本当だよね。アーカイブ朱色の日記3を入手した。あ、これでやっと帰れる。マカタマ消費めちゃでかいな。ちょっと、まあとりあえず朱色の日記を見ますか。もう誰もいなくなった。あ、ついに最愛の夫まで殺してしまった。みんな私が殺した。どうして殺した。でも殺すつもりなんてなかった。マサヤさんに台所を調べられ、そこに置いていたゴミ箱に入れた、ゴミ袋か、ゴミ袋に入れたマナミとダイス、マミとダイスケ花の死体が見つかってしまった。見られてしまったことに私は慌てたのか、マサヤさんに対して激しい殺意でいっぱいになった。マサヤさんは怯えたのか、少女を勢いよく倒しながら広間へ逃げた。その時私が何をしたのかあまり覚えていないが、私が広間で何かをしてマサヤさんが血をたくさん流したことだけは覚えている。その後物置場の方へ走っていった。私は歩きながらもゆっくりとマサヤさんを追いかけて物置場に追い詰め、そしてもう全てが終わった、ごめんなさい、私の全てが終わった、こんな私を許してください、ごめんなさい、ごめんなさい。みんな、そして誰もいなくなっちゃった状態じゃんね。うわー、はい、了解ですね。まあ、ついにみんな、はい、じゃ戻りましょう。戻るときにさ、なんかさ、バーって出てきそうじゃない？安全に、うわだよね、うん、そうだと思った。知ってた知ってた、絶対そうだろうなって。これやばいね、早く戻んないとね。もうないでしょ。でもこんなさ、またあったらもう確実に死ぬもんね。いやー無駄にマガタマを消費してしまったな、本当に。これ5日目とかあんのかな。あ、戻りますか、全員殺しちゃったけど。はい、ユミさんのおかしな行動は止まらなかった。原因は一向にわからないまま、彼女は意識のコントロールができなくなり悲劇を起こし続けていった。そんな情報を見つけるたびに私はとても辛くなった。もうこれ以上知りたくない。でも何とかするには、きっとこの夢の中で何かを見つけなければならない。そう、今日この森家に起こった悲しい悲劇は、はい、発生した悲劇は母親のユミが父親のマサヤを殺した。なぜこの人が死ななければいけなかったのかしら。しかもこんな死に方をするなんて、まあ家にいなかったからじゃないですか。はい、死因は死因なんだっけ、包丁の刺し傷により失血死か。夢から覚めたものの体調は全く良くなっていなかった。やはり私は日本人形に呪いにかけられているのだ。でもそれと夢に何の関係があるのだろうか全くわからなかった。考えれば考えるほど頭痛が激しくなる。メロクマエオス、あー、ちょっと何言ってるかわからないですね。はい、またこの声だ。やはり人形が喋っている気がする。でも何を言っているのか全く聞き取れなかった。何か私に伝えたいことでもあるのなら何とかして聞きたいところだが、ダメだ、気分が悪い。今日も会社に行けそうにない。私はこのままどうなってしまうのだろう。はい、ということでついに、奥さん一人になってしまいました。まあ5日目何日まであるんだろうねこれ。はい、まあどんどんね、精神回復はね、無駄にマガタマを消費してしまってるんで不安ではあるんですけど、まあ次回からも頑張っていきたいと思います。というわけで、本日も見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さらばじゃー。